正義感からの行動だということは理解しているつもりだ。だが組織の一員であるからには組織のルールには従ってもらわねばならん。今回の第09地区への無許可での立ち入り及び非正規の捜査活動とレギオンを伴う戦闘行為、これらは明らかな命令違反だ。処分が決まるまでこの交流室に入っていてもらう。命令違反で交流、なぜあそこに？俺にも話せないわけがあるってことか。でも一つ忠告しておく。理由はどうあれ、今後はもう少し慎重に行動しろ。あまり心配させるなよ。ま、俺の方も随分心配かけちゃったけどな。でも安心しろよ、もう何ともない。それどころか以前より強くなって戻ったんだ。驚いただろう、この黒いレギオン。まだテスト段階ではあるらしいけど、再開されたプラントで作られた次世代型の試作機。あの時のレギオンの暴走を受けて、より強固な高速とつながりを可能にしたって研究所の人が言っていたけど、なんて言えばいいのか、本当に自分の手足のように自由に動かすことができるんだ。これで俺も戦える。これからは一緒に戦えるんだ。全ては司令のおかげ。あの人が俺に戦う力をくれたんだ。俺たちはただ司令を信じてついていけばいい。なのにこのタイミングでこんなことになるなんて、世話かけさせるなよな。まあでもここのところ戦い詰めだったんだろ。いい機会だと思って休息を兼ねて少しそこで頭を冷やしてろ。おとなしくしてろよ。いいな。聞こえる？プライベート回線からつないでるの。なんとかしてあげたいけど、私なんかには無理。ひとまず交流だけで済んでよかったわ。まあ体も大丈夫そうだし安心した。俺に懲りて無茶はほどほどにね。こんな時にも人の心配をするのね。ハル君はネウロンからの除隊処分が確定したみたいよ。上は彼があなたをそそのかしたってことにして全責任をなすりつけたみたいね。逮捕状も出てるっていう噂が飛び交っていて、現に彼消息不明なのよ。逮捕されたらどうなるかわからないから逃げたんだと思うけど、本部の機密情報にも勝手にアクセスしてたって話もあるみたいだし、まったく。とにかくもし彼から連絡が来たら隠さず私にだけはすぐに教えて。じゃあまた何かあったら連絡するわね。やあ、通信に盗聴と逆探防止コードを仕込むのに手間取っちゃって拘束されちゃったんだね。僕が無理なお願いをしたばっかりに迷惑かけてごめん。でも君の力はネウロンとしてだけじゃなく政府からも求められているものだ。逮捕なんてことにはならない。きっとすぐに出られるよ。僕は一旦姿を消して騒ぎが収まるのを待つことにする。その間こっちでいろいろと調べてみるよ。
また何か手がかりになりそうなことをつかんだら報告するから。ああそうだ、確信は得ていないけど嫌な予感がするんだ。カラスには気をつけて。いいね、じゃあまた。高架下にホムンクルスのものと思われる巨大な卵を発見。了解、付近に出動中のネウロン隊員に次ぐ。至急現場に向かって。こちらジン、現在行動可能な隊員が各地で大量発生したキメラの処理に当たっている。悪いがすぐに応援に行くことは不可能だ。そう、仕方ないわね。どうアリシア、そっちだけでやれる？ええ、チーズもいる。二人でやってみるわ。任せて。あら、大した自信ね。アリシア！アリシア、どうしたの？シズ、応答して。ジェナ君。シレ、我々にやらせてください。我々？今の君なら一人で十分だろう。事態は切迫しています。この状況を打破するために彼女の力は必要不可欠です。聞いていたね、緊急事態だ。一旦君の交流を解く。全ての責任は私が負う。直ちに準備し現場に向かうんだ。汚名返上のチャンスね、頑張って。状況は最悪だ。俺は先に出る。向こうで待ってるぞ。
はハイウェイですね。ヘリ、わかりました。準備ができたら声をか、アキラ君たちの救難信号があのホムンクルスの近くから発信されているわ。
化しているようだわ。一体どこに行こうとしているのかしら。ホムンクルスの追跡はこちらに任せて、あなたはまずアキラ君のところに向かって。遅いぞ。とっさのことだったから階段を派手に落ちてしまったけど、二人とも無事だ。俺が到着した時にはもうホームンクルスはジェナを追っているのかもしれない。その可能性は考えられるわね。こちらでも確認してみるわ。レギオンのおかげでこの通り無事だ。一人じゃ彼女たちを守れたかどうか。ひとまず全員無事でよかったわ。医療班のヘリが向かっているから、二人を引き渡し次第ジェナおよびホムンクルスの捜索に当たって。了解。だが急いだ方がいいな。二手に分かれよう。引き渡しは俺が、あんたは先に行ってくれ。ジェナの存在は考えておくべきだった。私よりアリシアの方は心配してあげてください。この程度の傷平気ですから。ここは俺一人で大丈夫だから、早く行くんだ。反応を捉えたわ。ホムンクルスね、メインストリートの方に向かっているみたい。ジェナの姿は捉えられていないから、まずはホムンクルスを追って。悪いんだけど他の部隊の応援は期待できないわ。ひとまず応援として警察隊が向かうことになりそうよ。いらっしゃい。私は話して
ことか。無理な攻撃は危険よ。彼に当たってしまうわ。キメラの特徴を観察しようとして油断してしまった。だがおかげでこの身をもっていろいろ感じることができた。俺を掴む鍵爪の握力の凄さ、そしてあの翼が作り出す圧倒的な浮力。俺を軽々と持ち上げてしまうなんて。だがあのサイズであの力だとすると、奴らを率いていた黒翼の巨大キメラならどんなにすごいのか。一度経験して、いかん。興味は尽きないが、何度も助けてもらうわけにはいかないからな。自重するよ。
おい貴様、見てないで早く助けろよ。それにレギオンなら簡単だろ。何してるんだ、早く助けろ。まあこの状態で放置するのはさすがにひどいんじゃないか。
Thank you.
ますね。かなり強力なキメラみたいよ。そのままにしておくわけにはいかないわ。お願い、なんとかして。怪我はないみたいね。ホムンクルスはメインストリートの方に出たはずよ。